養老館の中ですね。ちょっとここは全部立ち入りできないんですけど、教場となってますね。すごいですね。全部入ることはできないみたいな。槍の教えをしたんでしょうね、ここでね。こういった蔵のような建物とかですね、いくつか残っている。ちょっと現代の、ちょっと直している建物も結構多いですけど、養老館、津和の花養老館。どっちかというと、江戸中期以降ですよね、初期からあったわけではないということですね。この蔵みたいなのもね、ちょっと見ておきたいですね。森鴎外な、ですね。すごいですね。真っ白系ですよ。屋根がすごいですよ。これはいいですね。ぜひ時間をとってゆっくり来てください。あとこっち側も見てくださいね。ここは向こうが槍で、こっちが剣術ですね。どこまで入れるのかな。門番が早速あると。これは入ってみていいんだと思いますけど。いいと思いますね。はい、養老館でした。